高知商業へいらっしゃいませ。高知商業高校では刺繍祭と銘打って明日文化祭、来週体育祭を開催します。しかし去年までの3年間新型コロナの影響で文化祭がオンライン開催になったり一般客が入れないなど制限が続きました。そして今年、新時代をテーマに開催される刺繍祭、4年ぶりに一般客の来場も可能になりました。全校生徒が参加した前日祭では生徒が作ったプロジェクションマッピングの上映や書道部によるパフォーマンスが披露されました。3年間大勢で集まり楽しい時間を共有する機会が少なかった生徒たち、文化祭を前に盛り上がる空間を楽しんでいました。いつもズームやったんですごい迫力あってめっちゃ感動しました。今年のテーマが4年ぶりということで新時代をテーマにしているので保護者の方々や高知県民の皆様が来ていただいた際に幸せな気分で帰れるように商業の力でおもてなししたいと考えています。今までやっぱ制限があって活気がちょっと失われてた感じはしたので全員が楽しみながらやっていける商祭にしたいです。